どうもこんにちは、コスケです。皆様はこのダンジョンの花っていうのをご存知でしょうか？このダンジョンの花っていうのは中がダンジョンになっていて、まあ、ボスを倒したりとかいろいろねアイテムゲットしたりとかできるんだけど、これね中に強い装備とかめちゃくちゃなんか回復力が高い回復アイテムとか料理とかいっぱい落ちてるんで、それはね今回ちょっとみんなに見せていこうと思いまして、一旦ね中に入っています。もうね道端にあのコーヒーとか道端にイチゴオレとか落ちてるんですよ。で自分がね今使っているこの武器も、攻撃力900のやつなんですけど、ここで拾いました。でまあこのダンジョンの花についてはねちょっとまだ別の動画で説明したいんで、今回はこのダンジョンの花っていうねのをゲットした方かな、まあそうだね、なんか変なエリアでゲットすることができるんだけど、ちょっとそれもね説明するのはダンジョンの花をしっかりと使っていくように。でこれがね上級精霊のあのいろんな色のやつがいるんだけど、ぜひともねこいつら仲間にした方がいい。で今ねあのこうやって探しに来てんだけど、ほらこういうねペラペラ丸とかほら宝箱からまひろんでたり、ちょっとこれはねしょぼいね、すっげーしょぼい。いつもだったらね料理山ほど出たりとかするだけど、まあ下に行けば行くほどレアなものも出やすいんじゃないかなっていう感じでザク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 倒していくんだけど、これね、あ、おろ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 、これまず見て、団子ぐんぐんグリーンシッププリンで、あ、お乙女メロン Q 出ちゃったね。であとほら武器パンとか失敗作、ここら辺いらんものはいらん。でマヨネーズとかほらこういう感じで、あのしかもね何回入っても何回でも入り直せる。ここのエリアのボスを倒しても何回でも入り直せるっていうのがやっぱりいいところだよね。何回でも行って何回でもご飯作ってくるっていう。でこの精霊ちゃんたちはねちょっとあの俺草属性の武器だからダメと。で一応ねダンジョンの花にもその植物レベルがあって、高ければ高いほど敵中の敵が超強くなるっていうのなんだけど、ほら見て、蒸しパン、焼きリンゴ、プリン、ランプ層の種、まあ、いらないんだけど、いらないものは置いていこう、いらないものは置いていこう。でなんかこういうのもいるんだけど、まあ普通にねなんつうんだろうな、レベルある程度まで育った人だったらここもね簡単にクリアできると思います。で今回はねちょっとあの編集ちょっとまあこんなうわー編集しにくいんでって言おうと思ったら、もうほらすげえすげえ、フルーツジューストマトジュースレシピパンかひらめワイン失敗作巨人の手袋、これは何装備かな、これは違うね。で牛乳がゆに虫チョコケーキ長靴ピンクキャット、ほらもうこういうことよ、こういうこと、あのこれぐらいねいっぱいねアイテムゲットできるんで、ぜひともねそのアイテムいっぱい欲しいとか料理ちょっとよくわかんねえわーみたいな、自分で作んのやだしみたいな、ほら見てこれ、ここにさもうイカ刺しここに置いてあるとかある、汚ねえわ、すげえな。でまあこんな感じでね山ほど取れるし、今の感じでいけばさあのこの強い武器をねゲットできるのもうすぐ5秒なんじゃないかなって思ってきたよね。どこだどこだどこだ。で今回はねちょっとこれをクリアするまでちょっと一応ねちょっとやってみようかなって思うんだけど、まあすぐ3回ぐらいでボスなんじゃないかな、ボス遠いな、ビッグマッシュ、あこれおーレッドレッド、こいつもねあの炎属性の味方としてはめちゃめちゃ優秀で、なんかね深前来た時より深い気がする。でこういうねほらもうほらこの超失敗作とかあるやん、これぶん投げたりして、まあ、ほんとねザコモンスターたちはもうどうでもいいし、あとちなみにねここのモンスターたちもねあの仲間にしようと思えば確かできるはず、どうだろうできるかな、ちょっと一回試してみよっか。待ってまた封印以下のお刺身をしとるやん、えい、あっ待って、えい仲間になるわ、いらんけどいらんけど仲間になるっぽいねやっぱり、あこれこいつがボスこいつね、いやこいつあなんか一丁前に募集演出があるんだ、はい。でこれをあのクリアしたらもうね次のエリアというかもうお盾の種、あここで剣の種とか盾の種取れるんだ、でここねまた入ることができると、そういうことです、はい。ということで、今回はねダンジョンの花の中で
ほら、もうりょう、あ、ごめん、これは俺が作ったやつ。ここから、これ全部ダンジョンの種で拾った、ダンジョンの花で拾ったアイテム。これはマジお金稼ぎにもなるんじゃないかなっていう感じはあるよね。あと自分がまだ作れん料理とかも出てくるし、これなんか見て1個2800円だよ。2個でもう6000円ですね。すごい。っていうことで、皆さんもダンジョンの花の中入ってアイテムとか取ってきてみてください。それでは、さようなら。